中尊寺供養願文藤原の清平かしこまって申し上げます。私はここに平和のために中尊寺を建立し戦いの犠牲となった人々を供養したいと思い立ちました。大道のこと西風22軒の檜皮葺きのお堂を建てこの中に高さ上六に及ぶ開墾時期の釈迦三尊像を安置いたしました。三重の塔のこと三重の塔を三基建てこの中に釈迦牟尼如来三尊薬師如来三尊弥勒三尊をそれぞれ安置いたしました。経蔵のこと二階瓦葺きの経蔵を建立し開墾時期の文殊師尊像を一体安置ここに金銀で一切経五千貫余り納めました。この経典は紺の紙に金字を一行次の行には銀字で一行という具合に光が交わるように書写したものです。これを漆の箱で包み螺鈿を刻んでこれを大獄に散りばめました。文殊師尊は知恵を称ずる母の異名です。これを経蔵の主といたしました。知力をもって一切経蔵を守るためです。二階建ての鐘楼のことこの鐘の一音が及ぶところは世界のあらゆるところに平等に響き渡りそして生きるものすべてのものの苦を抜きこれに楽を与えます。世界があまねく平等の世界になることを心より祈願いたします。古来より欧州の地では官軍の兵に限らず欧州の兵によらず戦によってあまたの人命が失われました。それだけではありません。毛を持つ獣、羽ばたく鳥、鱗を持つ魚たちなど罪もなき多くの命ある者たちが訳もなく殺されてきました。戦で亡くなった御霊たちは恨み事一つ言うこともできず今はあの世に消え去り骨も朽ち欧州の土くれとなっております。私はこの鐘を打ち鳴らすたびに彼らの御霊を慰め極楽浄土に導きたいと願っております。大池のこと大門は三つ建て、築垣は三面に施し、21軒の反り橋を渡し、10軒の斜橋をかけ、流頭激巣の船を2隻浮かべ、楽器や太鼓を持つ舞装束の楽人38人をこれにつけました。池を掘るにあたっては、築山をして地形を変え、池を掘って水を引き入れました。草木と樹林を宮殿楼閣の中に配置しこの中で世の人の楽しみとする歌舞を催し人々の仏への帰依を讃えようと思います。そのようにすればこの地を一目見た者はたとえ国境を隔てた者たちでもこの世にも極楽はあると実感するでありましょう。戦争供養のこと千人の僧侶が千部の法華経を読経いたします。
法華経については私は常にこの教えを守り、多年にわたり僧侶に書写させてきました。本日これを一日に訓読させ、一人で一部千人で千部を唱和し尽くしたいと思います。たとえかの顔とでも、これが集まった時には雷鳴をなすと申します。戦争の祈りの声はきっと天に届くでありましょう。530人の大名僧のこと、私は長年をかけて一切経を書写し、これを経蔵に安置いたしました。その数は5000巻余りに達します。これを530人の僧が一人10巻ずつ次々に軸の紐を解いて手に持つ棒に伸ばし大名を挙げます。これによりこの地から一切の患いは北上側に立つ朝霧のように一瞬にして消えることでありましょう。以上のような供養をする私の本意は、ただただ平和な世が続くことを願って